野アザミは、菊クアザミ属の多年草。日当たりの良い山野に生えていて、初夏から夏に花を咲かせるアザミの仲間の一種。深く切れ込んだ葉の縁には、トゲがあり、花色は赤紫色や淡紅色のほか、白色もある。和名のアザミは、野アザミの意味で、アザミはこの仲間の植物の総称である。アザミの由来については、一説には触ろうとするとトゲに刺されて、 欺かれたという意味からついたなとも言われている。別名を、小アザミとも言う。中国植物名は、大アザミ。花言葉は、触れないでである。ノアザミの分布域は広く、日本の本州、四国、九州のほかアジア大陸にも変種が分布する。丘陵近くの野原、山の草原、道端、河川実機に自生し、日当たりの良いところでよく見かける。多年生の双本。 茎の高さは60から100センチメートルほどになり、上部で枝分かれする。葉はタンポポにも似た形で、竹枝変化があり、部状に中裂し、葉囲にある虚子の先は硬くて、鋭い棘になっている。茎につく葉は五生し、木部は茎を抱く。地際にある根性葉は牡蠣まで残っている。牡は初夏から夏で、アザミ族の中では、 春先の特徴を持つが、稀に10月まで咲いているものも見られる。花は、枝の頂に上向きに直立して頭花がつく、登場花序で、すべてが、筒状花で構成され、直径は4から5センチメートルある。花の色は、講子色が普通であるが、泡紫色であったり、稀に白色のものもある。はじめは、筒状花から、おしべが現れて、昆虫などが花を刺激すると、 接触運動によりおしべから花粉が湧き出てきて、昆虫に花粉を与える。おしべが引っ込むと、続いて、めしべが現れて、花粉をつけた昆虫の媒介によって受粉する。頭花の外側にある双方は、緑色の球形で、双方辺は反り返らず、直立して先端は鋭い棘になり、粘液を出して背面はよく粘る。夏から秋にかけて種を採取し、春にまく。 土質は特に選ばず、排水が良い土壌で日当たりを好む性質がある。若い茎は山菜として食用になり、油炒めや煮物に調理されて食べられる。3から4月頃の葉を取って、葉についているトゲは気にせず、天ぷらにして食べられる。シチューブに20本ほどついている根も食べることができ、切り取って5分ほど煮てからきんぴらにして食べることができる。いずれの食べ方でも、香り高い食材として、 美味しく食べられると評されている。蠣に掘り上げた天日干しした根の乾燥品は生薬になり、大あざみと呼ばれるが、小あざみとも称され、生薬名は混乱している。慶用の乾燥品を用いたり、生の慶用を用いる時もある。慶に、利尿、消塩、腫れ物、催眠に薬効があるとされる。民間療法で、前奏1 0ムを、水300から 400cc で半量になるまで煎じて、 服用する用法が知られている。幹部の熱を取って止血する薬草でもあり、各幹部に熱感がある出血に良いと言われ、鼻血、吐血、子宮出血に対して、日量治グ 5g を 600cc の水で煎じて3回分服する用法が知られる。また、皮膚可能症には、生根の汁をそのまま飲んだり、幹部に塗る用法もある。宮小ざみ吹山山の仲間は、多くの種類があり、 分類は困難だと言われている。日本で見かけるアザミの仲間は約100種類ほどあるが、春先に開花するアザミはほとんど本種である。園芸品種のドイツアザミは本種のアザミを改良したものである。ありがとうございます。